新夕張駅は、北海道夕張市公用山にある、北海道旅客鉄道赤商線の駅である。駅番号は、K20。電報略号は、私有、事務官コードは132,103。夕張市内唯一の特急停車駅で、特急、十勝の全列車と、大空の下り5号を除く、全列車、上り2 8 0号が停車する。対象から、昭和初期にかけては、 当駅前の五十嵐案内所が販売していたもみじ餅が当駅の名物だった。1976年の夕張線の紅葉山駅と建設中の関昌線新夕張駅。周囲 1.5km 範囲。上が夕張方面で、右が上り川支線、上り川方面。関昌線は直進上右が本線新徳方面。上左が夕張支線となる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成しましきホーム2面4線の地上駅である。ただし、夕張方面への普通列車が使用していた3.4番線は廃止に伴い使用停止となっており、使用しているホームは駅舎寄りの1.2番線のみである。かつては、さらに四番乗り場の夕張方にあった切り欠きの例番、乗り場は、 線路、ホームともに撤去された。原則として一番線を使用し、一部の特急列車と普通列車のみ二番線を使用する。改札口は一階、ホームは階段を上った二階地区上にあり、一見高架駅に思えるが、ホームは地平に設置されている。3.4番線ホームと改札内コンコースを結ぶ、業務用エレベーターがあり、駅係員立ち合いのもと利用できたが、3.4。 番線ホームが使用停止となったため使われていない終日社員配置駅。ただし出発、改札業務は平日の日中のみである。滝の上駅とまむ駅間の各駅を管理下に置く。かつては夕張支線の全駅も管理下にあった。緑の窓口、自動券売機が設置されている。LED 式の改札案内がある。以前は電球式のものだった。 駅改札外にあるトイレは、道の駅、夕張メロードの24時間トイレが、使用不能となった関係から、2021年現在24時間、利用できる。夕張市の統計書によると、乗車人員の推移は、下記の通りである。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。最寄り停留所は、夕張鉄道の、新夕張駅前停留所となる。 2017年7月までに JR 北海道の費用負担により新夕張駅の駅前広場に対して以下の改築を行った。これにより従来は駅から階段を降りた先にあったバス停は同年10月1日から駅前広場への発着に変更された。2019年4月1日の赤昌線夕張支線廃止に伴いダイヤ改正が行われ当駅と旧 夕張駅方面を結ぶ路線が増強された。発着路線は以下の通り、紅葉山駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。